はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は神楽坂くんを使っていこうということで、神楽坂くんをお借りして、やっていきます。まあ自分では用意できないんでね。で、 SR のプラゴの神楽坂くんですね。まあ運が良かったのか、それともガチャに突っ込んだのか、まあそれは分かりませんけれども、ありがたく、プラゴの神楽坂くんを使わせていただきましょう。で、まずは神楽坂くんの性能の確認ですね。ボーナステーブル、45レベルまで来てますので全部解放してますと。で、まずタックの方が、35でつく 60% のものと、固有の御曹司のプライドスペシャルタックボーナスを合わせて、タックは 80% で、得意練習率アップ 10% と、固有の得意練習率アップで、これは20になるのかな、まあ、得意練習率アップもついてますと。で、さらに、やる気効果アップが 75% で、変化球ボーナスが8で、さらに、20レベルの技術ボーナスが4ともうつくものはめっちゃついてるというところなので、もうほんとね、テーブルがめちゃくちゃ強いですね。で、さらにコツの方、打たれ強さ、キレ、尻上がり、奪三振、リリース、勝ち運、玉持ちというものを持ってて、この中でいくとリリースと勝ち運はまあ直取りしていきましょうと。で、神楽坂くんの金徳は、キレ丸の、上位になりまして、脅威の切れ味ですね。で、脅威の切れ味も不確定ではあるんですけれども、もう確率的にはほぼ取れると、ほぼ確定と思っていいくらいの、成功率を誇っているので、まあ、取れなかった時は、逆に、珍しいっていうくらいですね。で、ただ、そうすると切れ丸を取ろうとすると、まあ、若干コツが多いので、まあ、コツかぶりの、ね、キャラクターと一緒に使っていくと回収率が上がりますと。で、それを踏まえていく と、まず眉村ですね。眉村の方がキレ、奪三振、これがかぶっているので、眉村を入れてますと。で、奪三振が、2人、持ってるんで、回収率が結構いいと思うので、金徳ドクター K ですねをくれるバネキちゃんを連れてきてますと。で、自分は眉村を連れてくるときはもう大体キバがセットになってて、キバからジャイロボールをもらって、眉村から金徳のハイスピンジャイロをもらうと。で、変化球キャラもう一人は立川を連れてきてます。で、立川は得意練習率アップがありますので、今回街道高校で来てますので、まあね、ダブルタックブレイクスルーが、まあ、発生してくれればかなり嬉しいかな。両方とも得意練習率アップはついているので、可能性は結構あると思います。で、立川は、まず騎馬と被っているのが、伸び重い球ですね。で、神楽坂くんと被っているのが打たれ強さ、尻上がりというところなので、まあ、コツもかなりいい感じで回収できます。で、怪物級をね、くれるかどうかっていうところがちょっと微妙なところはあるんですけれども。で、あと折り編ですね。ちょっと折り編は今回みずきちゃんからクレッセントムーンをもらいます。で、みずきちゃんはクロスファイヤーだけなので、まあ、これも牙とかぶってて、まあいいですねと。で、さらに、牙兄弟でコンボが発生するので、まあ、デッキ的にはね、結構いい編成なんじゃないかなと思います。じゃあこれで、ちょっと街道高校をやっていきましょう。まあ、暁台じゃないのはね、スミカちゃんがいないんで、もうスミカちゃんいないとマジ暁無理なんで、これはどうしようかな。みずきちゃんがね、ちょっと評価低いんで、まあ、自分がね、スミカちゃん持ってないっていうところがあるんで、スミカちゃんを借りると、あとは全員自前でなんとかしないといけないんで。ブレイクスルーがね、どれだけ発動するかなんですよね。どうしようかな。眉村、眉村はね、やっぱりね、ポーカーフェイスがあるんで、ポーカーフェイスが敏捷ポイントがね、きついんですよね。よし、キレは回収できましたね。で、ただ今回も牙の爆速は切るんで、まあ、そこでね、キレレベル1が手に入るんで、一応まだ置いておきますか。ていうか、そもそもね、今の経験点じゃ絶対取れないんですけど。あとは評価上げ、まあ、これは急速、あー、ここは牙、妹もいるか、神楽坂くんもいるしね。ちょっとバネキちゃんの評価は最優先で上げていきましょう。みずきちゃんがね、やっぱり
クレッセントムーンの方で体力を持ってかれるっていうのが若干きついんですけど、神楽坂くん、これは潰せるかな。リリースは潰せそうだけど、リリース潰せねえわ。変化球ポイントが全くない。何も潰せないわ。まあ、じゃあここはちょっとしょうがない、やりましょう。そうするとポイントでもいいよ。コツ、打たれ強さ、監督評価もな、上げていきたいよな。あとは騎馬妹をまずは上げていく。これは練習できるかな。微妙な感じだね。まあ寝ましょう。チュンチュンが来てもあんまり意味はない。でコツ、騎馬、騎馬妹がいない。重い球、重い球は潰せるかな。微妙な経験点だよね。まだ始まったばっかりだからしょうがないんだけどさ、みずきちゃんクロスファイヤー、その前にちょっとバネキちゃんがいない。なんかコツはわりかし来てるけどさ、騎馬妹どうした。よし、クロスファイヤーもつかん。コツは来てる、コツは来てるね。クロスファイヤーは掴んじゃっていいかな。そうすると重い球もいっぺんに掴めなさそう。筋力50しかない。どっちを掴んでおく、重い球を掴んでおこう。クロスファイヤーはね、若干使いますよね、経験点。そうするとどっちがいいかね。まあ騎馬だな。ジャイロボールをくれるとありがたいけど、伸び、まあ伸びでも全然いいでしょう。騎馬妹よ、騎馬妹。でここはバント封じをもらっておいて、そう、神楽坂くんね、金ならある。これがね、あの通常イベントで断るってやると一応成功と失敗があって、成功すると割と経験点がもらえるのかな。で一緒に食べるっていうのはもう体力が回復できるんでこれもめちゃくちゃいいですね。で変化球中心がたまにつくと。騎馬妹ここにいるね。どうしよっかな。 6% の守備、なんかなかなか出てこないからね、やっとこう。まあ敏捷ポイントはちょっとポーカーフェイスも取りたいんで、取りたいって取りたくはないんですけどこのね眉村くんで取っとかないといけないんで。でバネキちゃんはもう1回くらい一緒にやらないと評価が乗らないかな。38% はさすがに無理なんで、これはもう寝よう。で部活の帰りに、これもね、あのいいイベントで、まあいろいろ選択肢が広がるんですよね。で一番上の行けばいいんじゃないってやつは評価が下がるけど経験点いっぱいもらえるよと。で行かない方がいいっていうのは評価が上がって、まあ、経験点もわりかしもらえる。で俺も行きたいなっていうのは体力が回復できると。で彼女になってれば、まあ、一番上でいいんですけれども、今回彼女になってないんで評価を上げていきましょう。これ結構上がるはずです。まあお守りは持ってきてますけど、13上がって40ポイントもらえると。でこれはどうしようかな。一応体力マックスにしておくか。安定の体力回復でいきましょう。で騎馬は乗ったかな。それでスタミナか、ちょっとスタミナをやっておくか、評価上げのために。よし、俺もコーチ陣にお願いします。ほら、どうだ、眉村の評価が上がるのか。これはいいね。で爆速ストレート、これは切りましょう。でこれで切れコツが手に入るんで、切れはもう回収しましょう。あとは奪三振欲しいね。ハイスピンジャイロの、ジャイロボールも欲しいけど、よし。で切れコツを回収しますと、切れもね結局敏捷ポイントを、使うやつなんで、
スタミナ神楽坂くん、バネキちゃんはいないけど、まあ乗ってるよね。てかスタミナ多いな。うん、変化球ポイント、スタミナレベルが上がったよ。11月か。あれ、3回目の練習ができるけどさすがに無理だな。寝るか。あとブレイクスルーはタックがねそもそも組めないんで。で、立川の怪物9位ですね。これがねもらえるかどうかっていうところっすよね。バネキちゃんマジでいないな。これはどうする。眉村の評価を上げるか、ポーカーフェイスを取りましょう。ポーカーフェイスを、ポーカーフェイスが敏将6使うのか。敏将さえなければね本当に直取りしても全然いいレベルなんですけど、敏将を使うっていうところがやっぱりネックですよね。コツくんなかったし、その代わりおにぎりを食おう。で金徳の2回目ですね。 CD を投資しましょう。こんな CD 聞きたくないのに、ジャイロボールを覚えるために買ったのか、まあ、そういう投資は必要ですよね。でこの水臭いぞってやつが、金徳なんですけど、まあ、まずは、上の共感するでイベントが進んでいきますと。で2回目で、金徳が取れるか取れないかっていう判定になるんですけど、まあ、わりかし成功率は高いですと。で仮に2回目で取れなかったとしても3回目っていうのが、あるんで、そこでも、取れるチャンスがありますよと。で神楽坂くん、今回来てますけどすごいっすよね。単なるワンタックで、54ポイントもらえるん でただここちょっとね、キバと水木ちゃんがいるんで、こっちやろうかな評価が上がりきってないんで、これに立川が乗ってくれると。しまった、クロスファイヤー潰すの忘れた。そしてキバ妹が来てくれたからまあいいか。もういいよ、どんどんいたずらしてくれて構わないよ。全く自分で俺のことが好きなのかなんてあんまり言わないと思うけどなで勝つコンボが来ましたね。でコンボについては、まあ、一番下はちょっと選択肢からは除外して、で、真ん中にすると体力が回復してクロスファイヤーの、ね、コツが手に入るんですけど、もうクロスファイヤーは完全にゴンになっちゃったんで、まあ、目立つことをして経験点をもらいましょう。体力もわりかしあるんで一番上でいいですかね。うん、 OK。 あとはまたちょっと評価を気にしつつ、眉村、まあ、上がってないんでここは変化球を練習しましょう。これもね、評価が上がりきったときになんか精神ポイント10とか欲しいっすよね。で水木ちゃん、まあ、通常イベントはね体力が回復するんで、まあ、全然いいイベントですね。クレッセントムーンがねやっぱり体力を持ってかれるんですよね。あと1回練習すれば発動するな。眉村なしか、立川も乗ってないのか、水木ちゃんも乗ってないのかわりかし評価低いな。みんな立川と練習して、立川神楽坂くんコンボが来てくれるとなる。ジャイロボール早いな。おおよく三振にしたな。お、これで評価が上がってくれる。よし、なんか来てるね。もういいや、ブレイクスルーしよう。で騎馬か。まあ、コツもあるし、水木ちゃんもいるし、全然いいでしょう。で、クロスファイヤーはもう5になってるんで大丈夫でしょう。で、重い球は取ったよね。まあ、経験点だけど。で、これどうしようかな。
お疲れにして体力をちょっとだけ回復させてタイピンを取るか、クイックのコツを取りに行くか、悩むね。結局次がな、練習できなくてクリスマスを迎えるからな、タイミング的にはちょっとあんまりよろしくないんだけど、タイピンを取りに行くか。精神ポイントがね、暁と違って余るわけじゃないんで、ここもね結構やりたかったけど、これをね寝るっていうのはねさすがにないんで、ちょっとメンタルをやっておきますか。でクリスマスと、街道方向なのに騎馬との交流がすごいな。いやー、いい経験点をくれるよ本当に。変化球、立川、コツがあるね、コツが。どうする、神楽坂くんのコツ。まあ欲しいっちゃ欲しいけど、経験点も欲しいからな。これは練習しよう。そろそろちょっと能力を上げていくか。世界平和よ世界平和。頼むぞ大吉。よしよしよし、またタックが来てるね。立川さすがだな。ちょっとクレッセントムーンをもらうんで、まあ、変化球的にはちょっとフォークはね欲しいよね。フォーク、スライダー、クレッセントムーンでいいか。あとは球速135とかにしとく一旦で、コントロールとりあえず E にして、スタミナはとりあえず D にしようで、あとはちょっと特殊能力とかもね取らないといけないから、ある程度は残しておいて、で、2回目ですね。わりかしこれで成功するんですけど、そうそうそう、すごいよね。で、3回目練習ができるけど、それはまあまず無理だから、かといって、ゲージもそろそろ溜まりそうだから、ここはメンタルを練習して、これでブレイクスルーポイントは溜まったかな。タックが来てくれてると嬉しいけど、どうしようかな。回復させるっていうのもありだよね。回復しよう。さて、まあ、来てないからそのまま練習して、神楽坂くんコツ、リリースとカチューン、リリースとカチューン、これは取っておいて、さて脱三振が欲しいね。脱三振が打たれ強さ、まあ、これで打たれ強さは5になりましたと。またコツか。ちょっとタックが来てない、タックが来てないけど、それはしょうがない。これで強制発動になるかな。強制発動だね。尻上がり掴みましたと、まあ、ここで来てくれれば全く問題ないんで、さあ練習練習。いや、イベントがよく起こるね。来てる。さあ何が来てる。キバありがとう。そしてコツも来てる。キバは大丈夫だよね。キバが働くね今回は。よし、ジャイロボールもくれましたと。これは人騒がせだなにすると何をくれんだっけ。何もくんない。コツはで、バレンタインで回復ができますと。
ただデートが進んでないね。ちょうど発動したところだから、コツを見よう。騎馬か。騎馬はもう大丈夫だな。なので、デートを進めていきましょう。まあ、練習次第だけど、これは2回連続デートやっちゃってもいいかな。合宿って何月の何週からだっけ？そろそろだよね。勉強なんてしてるわけないでしょ、もうこいつが。体力温存、そうか、ここか。精神、あーいいね、精神。神楽坂くんがいるんだったら、これはメンタルをやっていこう。神楽坂くんは大丈夫だよね。あんまりコツを確認してない。玉持ち。さて、怪物キウイよ、怪物キウイ。これは取得したいね。お、やる気を上げてくれるんだ。タッグがありますと。牙働くね。牙がめちゃくちゃ働くね。うん、まあ、みずきちゃんもポイントをくれるんで。これね、これ重要だよね。焼き肉、焼き肉、よし。さらに、眉村、みずきちゃん、スタミナを上げつつ、みずきちゃんからポイントをもらう方が得策かな。 C にしとこう、スタミナは。コントロールは D にしておこう。球速は140に乗っけて、3OKOK、だいぶ上がったな。これもきついよね。ほんとスポーツ選手ってすごいよな。耐えろ。ダメだ。体力下がんないのか、それはいいな。立川、立川どうだったっけ今。コツコツコツ。タイピンは欲しいね。伸びも欲しいね。脅威の切れ味も取っちゃおう。あとはなんかある。尻上がり取ろう。玉持ちももう取っちゃっていいでしょ。他になんかくれんのはなさそうだね。よし。で結局よ、結局試合に勝てるかどうかなのよ。評価がね低いからね、自分は先発できないな。これでピッチャーだからね、もう本当にこれは任せるしかないよ、運に。よーし、フィニッシュ、OK。まあ、やる気は上がったけど、これはもう無理でしょう。18%。いいね、やりたいね。やりたいよ、これ。次でブレイクスルーが発動するのか。これやろう、18%。よし。すげえな、ワンタックでめちゃくちゃコントロールじゃなくて技術稼げたな。奪三振はくんないか。ここを通過しなければね、さっきの練習も全く無意味になるからな。一応自分の投球にする。変化球とか上げられるかな。スライダーが上げられるね。よし。頼むよ本当に。眉村とかさ、デッキに入れてるんだからさ、こっちのチームでいいじゃん。そういう時は神楽坂くんがいる。神楽坂くんが投げるんだ。神楽坂くんが抑えて、トシくんが点を取ってくれればそれで OK。 頼むぞ神楽坂。いいね神楽坂。おお、危ない危ない。特に俺はお呼びでなかったな。一応投げたんだ。いやー、ありがとうありがとう。さてここで
あ、回復してくれる。いいね。とにかく回復さえしてくれればいいよ。しょうがないしょうがない。あそこまで回復しないんだ。これはちょっと無理だわ。どうするよどうするよ。一回コーチと練習をしてさっきの取り戻そう。ハーブティーだなこれは。うん、ありがとう。ちょっとだけやる気が戻ったよ。よしよしよし、これで一応練習を見よう。コントロール、みずきちゃん、ブレイクスルー。変化球ブレイクスルーがないね。てかわりかし変化球キャラ以外の人たちが働いてくれてんね。あ、頼むよ。おら、ダメだ。やはり立川は立川だ。変化球いるね。神楽坂くん。でも無理なんだよ。練習できねえんだよ。66だから、ま、変化球は上げらんない。あとね、クレッセントムーンよ、クレッセントムーン。じゃあ、最低限ちょっとクレッセントムーンは成功してもらいたい。これは2回デートかな。人はな、見かけじゃないんだよ。君もいずれ分かる日が来るよ、舞子ちゃん。うん、体力回復ありがとうございます。練習しよう。ダブル来てるね。これはもうこれだな。コーチもいるし、コーチが回復してくれると超嬉しい。ありがとうございます。まあおにぎりでいいでしょう。特製おにぎりだったらほぼ全回復になってたけど。でメンタルでコツがあるね。眉村頼む。奪三振をくれ。緊急登板。おお、これはねれん。緊急登板はじゃあ忘れないうちに取っておきましょう。変化球神楽坂くん、ちょっと変化球ポイント足りてないからな。コーチもいるし、これは変化球を練習するか。っていうかやる気がないな。またハーブティーを作ってくれ。またお前やる気ないのかって思われてるよね。クレッセントムーン、ここでちょっと体力削られるのは痛いな。これ20とか減るんだっけ。27とかだっけ。結構減るよね。27だよ。めちゃ減るわ。どうするこれは。もうここまで溜まってるけどな。しょうがないっちゃしょうがないかな。あと1回ブレイクスルー発動できればいいかっていう感じか。そうすると、まあ、最悪2回程度進めて。騎馬妹はあれか、こっから先は体力回復しないんだっけ。これは回復するけど4回目と5回目って体力回復しないんだよね。うわー、これはもう完全にデートクレッセントムーン、デートクレッセントムーンだな。持ってかれる。いや無理っすよ。神楽坂くん、神楽坂くん来てるは来てるけどさ、タイミングが悪いよね。フォークを4にしておこう。これはまたちょっとデートだな。で騎馬との勝負は避けよう。騎馬との勝負を負けると終わるからな。お願いします。別に鉄拳は使わないよね。あ、60ポイント入るんでいいでしょう。で草野、守備連携。これでね、草野くんは敏将ポイントをくれるんですよね。やっぱ来てるね。来てるけど無理だよ。神楽坂くん相性悪いよ今回。どうしよっかな。もうデート完走させちゃうか。
奪三振がねもらってないからね。ドクター K の直撮りはきついよな、さすがに。やっぱり変化球来てるね。これはやろう、 9% よし、これよこれ。まあ本当はブレイクスルーを使いたかったけど、そうはいかない。いや、やっぱりね、神楽坂くんすごいわ。神楽坂くん立川はね、ほんとすごいと思う。あと1回発動できるかな、そもそも。いや、もうクレセントムーンが来たから、ギャーってなると終わりなんだよね。ギャーってなると。おお、よしよしよし。クレセントムーンは無事、ゲットですね。まあ、体力をほぼ持ってかれるけど。しょうがない。寝よう。最近全然練習してねえわ。でもあのダブルタックはねすげえ助かったよ。いやほんと神楽坂くんすごいよ、本当にすごいこいつは。でそうだね、ちょっとタックに備えてコーチと練習をしておにぎりをもらおう。特製特製きたー、30でかい。でまあここはねちょっと確実に打っていこうかな。っていうかね、そもそも神楽坂くんを使おうっていう回、これ3回目なんすよ。で1回目と2回目両方1回戦負けしてるんでやめました。もうなんでね、ちょっとね1回戦負けねえわーとか思って。ピンチャンじゃなくてピンチで操作でやるのはいいんすけどね、打線の援護がねどうしてもしてくれないとどうにもならないんで、1対0とかでね負けるんすよね。ピッチャーはそこがきついよな。お待たせいたしました。ラズベリーなんかにね負けるなよ、ドラ。こいつはもう、そっか、今は俺が投げてんのか。こいつはパワーはあるけどミートが小さいな。まあノーアウトだからとりあえず強振打ちでいいかな。最悪犠牲フライなるか。うん、いいね、1点返そう。点はやっぱりね自分で取る。よしよしよし、1点ずつ確実に。いいね、つなぐね、ヤーベンディアンス。いやー、矢部君もねチャンス三角とはいえねやっぱ能力高いんで。また森永君か、嫉妬。よしよしよし、これは安泰だな。やっぱり自分で打つとだいぶ点を取れるね。こいつ嫉妬が多いな。あんまり調子に乗るとコールドになるからね。よしよしよし、もう 1-0 とかねすげえショックだからね。でピッチャーはねどうしてもね点を取られちゃうっていうのはしょうがないっすよね。ノーアウト 1-3 塁とかマジ絶望的だから。いや神楽坂よ、神楽坂、さすがよ神楽坂。これは神楽坂くんから奪三振が欲しいね。牙もついてるけどこれはどっち、コツ神楽坂奪三振。よしよしよし、ちょっとこれはメンタリストをやっとくか。スカウトさんの評価も上げないとね。さてここか、コロちゃんはなマジ打ちづらいからな。これは投手戦でいこう、ここはサクッといこう。で変化球1個上げられるかな。クレセントムーン上げたいんだけどな。よしよしよし、上げられる。で球速をちょっと上げとくか、145とか。スタミナはちょっとこのまんまにして、打たれ強さ伸び3で取るのはきついよね。タイピンがねやっぱりちょっと精神がな。ドクター K、 いやこれでも110かかるのか技術。
脱三振もう一回欲しいよね。そうすると黒ファイはもう取ろう。バント封じも取っとこう。で、牽制が取ろうと思えば取れんのか。さてここは投手戦だよ。そのままさーっと終わってくれるといいんだけどな。そうはいかない。ノーアウト二塁。ほらこのノーアウト二塁とかさ、ほんと嫌なんだけど。あ、そういやここはトシ君か。そうだよ、トシ君もねいいんだよね本当に。よしよしよし、まあとりあえず最悪なんか1点献上する恐れがあるな。まずは入れてきました。直球決まってストライク、軽く追い込んでまいりました。投球これから4球目打った。怖い怖い怖い、ちょっと外しとこう。プレーまあ振らないよね。スライダー、これはポテン。おーい、あ、3点取ってくれた。よしよし、ノーアウト1・2塁。そしてゴロー君か。勝負師持ってんのかこいつ。もう追い込んでいます。投げました、打ちました、いい当たり。おいシゲのヒットを放ちました。カイドウなおもピンチが続きます。めちゃくちゃピンチだ。タイピン持ってないからな。打ちました。これはもうしょうがない。先週1点返しました。右バッターボクサー6番相馬。カイドウここは外野フライも避けたい場面です。これはもうちょっと1点も上げられないぞ。三振で乗り切ろう。よーし、空振り三振、ボール球で仕留めました。投げました。外角低めいっぱいストライク。ピッチャーはね本当に難しいよ。第3球を投げました。もうカウントは2ボール1ストライク。投げました。これは打ち上げたい。センター前に出る。よしよしよし、オッケー。あとはおー点を取ってくれるね。ワンアウト1・2塁とか。ツーアウトまでなんとか粘ってくれ。しかもこれチャンス丸じゃねえかよ。1球外してボール。カウント1ボール2ストライク。第5球投げた。うわー打ってくるね。打球が転がっている。先週点差を2点に縮めました。うわー先ほどヒットを放っている清水大河。大河くんは怖い。アベレージヒッター持ちはね本当に怖いんだよね。内角低めボール。カウント1ボール1ストライク。打ちました。これは打ち上げて OK。 池本くん足が速いね。投げた。初球に送ってストライク。投げました。膝元ボール。カウントは1ボール1ストライクです。スライダーボール。外角低め。クリスチャン打ちました。ファール。投げました。打ちました。これも大丈夫でしょう。よしよしよし、乗り切れ。ノーアウト一三塁。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で、やだ。今日はここまで三打数。やだ。俺がやだよマジで。おお。めちゃくちゃ打たれてんな。これはちょっとフォークで決めとこう。初球送りバント。え、マジかよ。投げました。もう投げました。二球目ストライク。投球は最悪これは。外角高め見送ってストライク。ここでまた敗退する恐れがある。低めのスタミナもなくなってきたね。もう自分で何とかするしかないからね。フォークボール空振り。少し迷ったか。これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。打ち上げて、よし、インフィールドフライト。まずはクレッセントムーンを入れる。初球空振り。第2球ボール。インコース高め。では来ない。で攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。さて、もうスタミナがないよ。投げた。頼む、振ってくれ。俺にはもうスタミナがないんだ。フォークとか全然落ちねえし。ありがとう。あぶね。いや怖い怖い。やはり自分で打ってこう。さらばだ絵頭。江頭ってもともと何してた人？コーチだけ？専属コーチみたいな。おー、これはいいね。でもな、精神ポイントが足んないんだよな。これでブレイクスルーでも発動できるか。あとずっと精神やろう。特に何にもなければあるね。あるね。やろう。これはブレイクスルーしてあとずっと精神かな。コツをもらいつつ、
伸び、よしよしよし、伸びも5になったし、これはもうやっぱりちゃっかり、ちゃっかりしよう、ちゃっかり。伸びは取っておいて、2つあるけどどっちかしか取れないね今のところ。とりあえずドクター系にしよう。逃げ玉ももらっておこう。ジャイロボールだけでもと思ったけど筋力が足りないか。さあ強くなった俺の力を見ろ。今のところ0点に抑えてるね藤枝くん。ツーアウトランナー1塁2塁という初球を打ちました。取ってアウト、スリーアウト。うお、2点取られた。ここはなんとか追いつきたい。星野くん、ワンアウトランナー1塁初球を打った、クリーンヒット。とりあえず1点返して、また藤枝くんか。なおもチャンスが続いています。下位打線に来るのが多いね。ストレート決まってストライク、バッター追い込まれました。投げた、どうしてもセンター正面に行っちゃうな。春山くん、よくやった春山くん。これでやべえ、ディアンス無理か。おーおー、落とした。ラッキー。元杉くん、流し打ちを持ってるのか。第3球はこれは、ちょっと待って、ボールだったか。矢部くん、矢部くん、ちょっとだけ早かった。矢部くん、矢部ヒットを放ちました。初安打。バッターは2番元杉、スライダーはボール。バッターよく見ました。一般兵があんまり強くないね。投げました。これは強烈。オーケー、これはもう安泰だな。よしよしよし、まあなんとか2失点で抑えてくれたか。あとはひたすら精神練習しかない。コントロールもいい感じでは来てるけど、さすがにもう無理だな。で、黒金か。さて、ここはハイスピンジャイロとか取れる？取れないね。ジャイロボールだけでも取っとこう。いきなりジャイロボールになるからね。あいつジャイロボール投げ始めたみたいな。お待たせ。さあ頂点にか。ノーアウト。いいね。先制のチャンスです。ノーアウトの調子いいでしょう。しまった。大丈夫か。抜けたか。抜けた。薬師寺ヒットを放ちました。街道なおもチャンスが続きます。ミート B、 足がめっちゃ遅いけど。第2球投げました。足なんて関係ねえ。これがヒットになります。三塁ランナーホームに帰ってくる。星野くんよく待ってくんな。投げました。ストライク、インコース厳しい球。第2球投げました。ちょっと待ってね、やはりミートが小さいから無理だな。第3球を投げました。打った、ヒット、ボールは中継。取れるときに点を取る。投げた、低め、外れてボール。トシ君に全く回ってこないな。一回も操作してないでしょ。打った、当たりだ、掴みました。ワンアウトランナー一塁二塁。春山くん、ミト F か。完全に外れた、ボール。これは完全なボール球。第2球投げた、外れた、ボール。ここ慎重に攻めてくるね。カウントは2ボールノーストライクです。春山自分で点を取る。こいつらなんだ。第9投げた、やべえ、さすがだ、やべえ。あー、トシ君来た。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で佐藤アーチスト。第2球どうよ、アーチスト。よしよしよし、完封。さて、また最後は精神練習かな。これでね、ダブルタックとか来るとね、やりたくはなるけど 19%。 最後の最後怪我してっかね。前のやつ、精神練習して安泰でいきましょう。安泰で
ちゃっかりチャンスでいこう。また変化球的には上げられないかな。上げられないね。ハイスピンジャイロは取っておこう。で、スタミナがちょっと伸びなかったな。その代わりコントロールを上げていって、ま、あとはエピローグ経験点でちょいちょい上げていけばいいかな。薬師寺のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー、なぜかやる気がなくなっている。薬師寺第2球投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、打った、ちょっと振り遅れた、ファウルになってくれ。よし、さあ4球目打ちました。いい当たり、レフト交代、カイドウ入らなかったか。薬師寺タイムリーツーベースヒット、カイドウなおもチャンスが続いています。これはまたカーブは無理。第2球投げました、打った、いい当たりだ、どうだ、無理か。これで3アン、おお、2点入れられる。さあ同点のチャンスを迎えました。絶好調。ランナー2塁という場面で、やべ、第1打席はピッチャーフライに倒れています。ボール、カウンター2ボールのストライク、打つでやんすよ。第3球を投げました、打ちました、シュッター。ムービングファストでちょっとずれたか。勝ち越しのチャンスです。草野は開いていくか。よしよしよし、1、2塁間ライダー、そこでトシ君、アーチストの第9、トシ君無理。これはストライク、インローへ、まずは見送りました。第2球投げました、うん、スプリットしたボール球、カウントはワンボールワンストライクです。投げました、これも危ない球、ボールだね。投球これから4球目、ちょっと待って、ムービングファストか。次は5球目投げた、これ返ってこない、怖い。ボール2ストライク。第6球を1塁ランナー自動的、さすがトシ君、頼れるよ本当に。草野、アンヌに変わってる。ツーアウトランナー2塁という場面で草野、アンヌって4球種持ってたんだ。第2球投げた、見送ってボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、これ頭上よし超えるよね。ボールは中継、海道1点入りました。またトシ君だ。さあツーアウトランナー2塁という場面で、アンヌってさ、フォーク3しかないのにさ、フォークのコツくれるんだ。投げた、完全に外れた、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、打ちました、これは上がったか。まあいいや別に。カイドウ、いやトシ君やっぱりね強いね。これがコンピューターがねちゃんと打ってくれればいいんだけど。負けを認めてやるよ。そういやギブソンジュニア出てないね実装されないのかな。まあ、一応どうしようかな、スタミナ足りっかな、先発にしとくか。尻上がりをね取ったからね。でピッチャーの場合、バネキちゃん何くれんだっけ。要所とか違うな、何だっけ、忘れた要所か、要所でいいのか。点数的には5800か。まあやっぱりな、ブレイクスルー次第とはいえ暁台にはかなわないね。クレッセントムーンを上げよう。クレッセントムーンを135残り。まずちょっとスタミナは B にしておこう。わりかし使ったな。でタイピンとかはなちょっときついよな。あと何がある、ここら辺のものはでも大体抑えたのか。要所は一応抑えとくか。そうだね、第2ストレートを取るか、ムービングファストでも取る。技術はわりかしあるんで、よし取ろう。で球速を上げていこう。147か。あとはタイピンを1取るか。で、打たれ強さも20までにしとくか。
あれが余っちゃったね、敏捷ポイントが。牽制って25の38か。そうするとちょっと打たれ強さを外して1足りんのか。それでも1足りんのか。うん、しょうがないな。じゃあこれは打たれ強さを取ろう。で弾道2にしよう。で総力上げよう。こんなもんでいっか。ということでポーカーフェイスがついたまんまだったね。闘志はね取れないからね。という感じで、まあ海道高校はねやっぱりブレイクスルーがどれだけ発動するかっていうのが、ポイントにはなるんですけれども、神楽坂くんはねやっぱり強いね。ワンタックでもやっぱり一人でかなり経験点を、出してくれるんで、まあ、コツもいいですし、これをね、まあ、当分の間は、まあ、お借りして使っていけばいいとは思うんですけれども、まあ、自前でねもし用意できるようであれば、デッキの幅はかなり広がると思いますので、神楽坂くん本当おすすめキャラですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。